富ミスハラ青年学校は満州事変後の軍国主義家の国民開閉教育のため1935年に交付された青年学校令に基づき設置された実業学校。1911年に開設した実業補修学校を母体に1935年に制定された青年学校令により新しく三重郡富ミスハラ青年学校が誕生した。 本科は小学校普通科卒業者と小学校高等科卒業者が編入、入学した。またその上級にあたる研究科は本科の卒業生が対象となった。昭和13年度の青年学校経営録によると、全学年の生徒626名のうち386名が進学している。1939年4月に青年学校令が改正されて、 満12歳以上満19歳未満の男子の青年学校修学が義務付けられた。教育方針は、成直を放催する青年学校の特質によるもので、教授及び訓練科目は修身及び公民科、普通学科、職業科は工業と商業であった。それに加えて教練科を各学年2名、主任1名の教官で指導した。 総教官数は31名。校長は、富ミ原小学校長が兼任した。国民開閉のための青年教育であったため、訓練はことのほか厳格に行われた。夕方に、国民服に巻きキギャハンで校庭に集結してきた若者たちが、ラッパの音に合わせて折りしっけや行進を繰り返した。修行ランプの下 教官の号令の飛ぶ中を生前と対合を組んでの更新訓練であった。それに開かず眺めた男の子たちは軍人志望の念に駆られていた。昭和13年度。ありがとうございます。